皆さんこんにちは、大久保バッティングセンターチャンネルの大原です。今回ですね、よくねバッティングで体絞っていけとか、腕絞っていけっていうことをねよく言われると思うんですけど、もう絞るっていうのはねどういうことなのかというところをね今回詳しく解説していきたいと思います。それではやっていきましょう。それではですね、絞っていくということなんですけど、絞るってよく、まあ、みんながこうイメージとしてあるのはこうやっぱり手を絞る、こうバットをこうやって振るときにこう手をぐっと絞っていくっていうこの絞り、これもね一つやっぱりあるんですけど、僕的には、絞るっていうのは、体を絞っていくっていうところですね、そこをね、皆さんにお伝えしたいなと思います。でその体を絞るっていうのは何かというと、やっぱり悪い例っていうのはこうバッティングで打ちに行く際に体バットをこう出しに行くときにこの前足ですね、この前踏み込んだ足がこう外に割れていくっていうことは、バットは前に出したいのにこの体も前に行くのでずっと追いかけっこしている状態になってしまいます。でこの結果ヘッドが遅れたり体が開いてしまって後からバットが出てきてしまう状況になってしまうと、そこで絞るっていうことを表現を使っていくんですね。でその絞るっていうのがこの踏み込んだ足を戻すような意識ですね、戻すような意識。そして、こちらをバットを持っている手、右手の肘がこう重なり合うようなイメージですね、こうぐーっと、これを僕の中では絞ると言います。でそれが起きると何かというと、やっぱり、力を出すためには大きい動きとその中に小さい動きが入ってないと、やっぱりその次の大きい動きにつながっていかないので、バッティングでいうと大きい動きから小さい動きに入っていって最後に大きく使う、このねこう強弱っていうイメージですかね、こう大きく使うところがあって、キュッと小さく使うところがあって、最後に力をバーンと発揮させる、大きく使う、これが、大事になってくると思ってて、でその中でこの絞るっていうのをここで表現していく、グッとイメージでスイングすると、バットのヘッドも遅れないですし、体の開きも抑えれる、そして何より軸がぶれなくなるっていうところですね。ここが、すごく重要になってきます。なので、絞るっていう、体を絞る、絞ってる手よって、体が開いてるから絞っていきなさいよって言われるときは、そういう意味合いで、やっていくと、結果につながる可能性が高いということですね。はい、それではですね、体をこう絞っていくっていうね練習法なんですけども、今回はね大きく3つに分けます。で1つは、体に意識させる練習法で、2つ目は、まあ、形ですね。で3つ目に合わせていくっていうね、この3つでやっていきたいと思います。でまず1つ目、まず体に意識させる、ね、やり方としては、割れをしっかり作った後に足を近づけると一緒にバッティングを降りてやっていきます、まあ、実際ねこうやって打つことはないんですけど、体に意識つけるということですね。自分の体をコンパクトに絞るために意識をするということなので、実際にやってみます。こういう感じですね。離して近づける、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 こういう感じですね。これをねやると何がいいかというと、やっぱりこうやってね絞るイメージがまずできるというのが一つと、しっかりヘッドがこう前に走ってくれます。体をねこうやって煽って回してるわけじゃないんで、しっかりちゃんと重りこうヘッドの重さっていうのを感じながら、ティーバッティングができます。で、2つ目は形ですね。もう実際にねちょっと踏み込んだ足の状態をして、若干ねちょっと大げさにやります。重心を前に置いた状態で、これはもう動かない、固定します。で後ろの手の肘をグッと近づけてティーバッティングをするということですね。で実際にやっていきます。こういう意味ですね。絞る、絞る、絞る、こういうイメージですね。こう作った状態でクッ
グッと絞っていくと。でこれをすることで何がいいかというと、やっぱりポイントがしっかり前になるということですね。この左足踏み込んだ足のラインでバッティングができるようになると。これ以上中では打てないので、しっかりこの前でバッティングすることができるので、差し込まれることもね、もちろん少なくなってきます。もちろんその中にタイミングっていうのはね、必ず必要になってくるんですけども、その練習のためにもしっかり前でしっかりさばくイメージですね。で、最後3つ目に、自分のフォームで、この打つ瞬間のこの挟むを絞るっていうところをね、意識してやっていきたいと思います。こういう意味ですね。シュッ、絞るっていうイメージですね。やっぱりこうね、ミートする、狙うっていう時はやっぱり体ってこう小さくこう的を絞ってこういくっていうイメージなんですけど、それを実際に体で表現する、大きくタイミングを取ってボールが入ってくる時には小さくミートしにいく。そしてこのミートしたこの小さくなった分、最後に大きく使うと。そうすることでヘッドスピードも速くなるし、差し込まれにくくなってくるので、皆さんやってみてください。